現在の京都府京都市左京区の北白川周辺で行われた戦い。小規模な戦闘に過ぎなかったが、その後の和睦で政治体制に変化をもたらした。この戦闘前後に、近郊の東山にそびえる将軍山城及び尿意ヶ岳で繰り広げられた争奪戦についても記述する。天文22年に室町幕府13代将軍、足利義輝と、 細川春元が京都を捨てて、大見旧牧国へ逃れてからは、春元の元家臣無予市長継による京都支配が始まり、金国への遠征と幕府に代わり書状発給を行うなど、実質的な天下人として振る舞い出した。軍事力を持たない吉輝らは、くっつき谷で傍観するしかなかった。永六元年、京都奪回を果たすべく吉輝、春元は、大見守護、 六角吉方の支援で立ち上がり、軍勢三千人を率いてく月谷から南下して5月3日に、坂本に到着。京都では、長慶の武将松永久秀、長よ兄弟と長慶の樹縮府、三好長一が、摂津、丹波から1万五千人の軍勢を引き連れて9日に、京都南部に夫人、長慶も、巨城の摂津芥川山城から同時に移した。 13日に吉輝の足軽が坂本と京都の間に、そびえる東山の一つ、宇り山付近に出没すると緊張が高まり、三好軍は19日に京都市中で、自衛公軍を行い警戒に当たった。公着状態の中で先に動いたのは、三好軍で、6月2日に岩成智道、伊勢貞高を加えた三好軍が、宇り山山町の将軍山城を占拠、集築に当たった。 吉輝川も、報復として2日後の4日に宇流山南東2キロメートルの尿意ヶ岳を占拠、最六の獅子型にで、三好軍と小規模な戦闘を起こしたり、浄土寺から北白川に至るまで放火を行い攻勢に出た。また、尿意ヶ岳占拠により、将軍山城を覗き見る形となり、最六の放火と合わせて、三好軍に対し、戦略的に優位に立った。南と、 西から揺さぶられた三好軍は7日に将軍山城を自役して京都へ退却、代わって尿意ヶ家から足利軍が出撃して将軍山城を奪った。しかし尿意ヶ家は手薄となり翌8日に超一、久秀らが逆に尿意ヶ家を占拠したため両軍の位置が入れ替わっただけに終わった。9日に北白川で両軍が衝突。 三好軍は吉輝の方向衆70人を打ち取り勝利した。この後戦線は再び降着状態となり、長慶は足利軍を講演していた六角吉方との和睦交渉を開始した。一方で地盤の四国から軍勢を呼び寄せ、7月に叔父の三好安長が四国勢の先鋒として、8月から9月に3人の弟三好十九、あたけ冬、安氏 東郷一存と息子の三好義興が続々と兵庫、堺に上陸すると、9月18日に、堺で三好一族が会合を行い、四国勢が東山の足利軍に圧力をかけた。これが功を奏し、六角義方は選挙区が不利であると認識して和睦を進めていった。長慶と六角義方の使者が交渉をやり取りした結果、6日に、 吉方の仲介で長兄と吉弦の和睦が成立した。二十七日に吉弦は将軍山城から降りて、小国寺で長兄、伊勢定高、細川氏綱らの出迎えを受けて入京、五年ぶりに京都へ戻った。長兄は十二月に京都から芥川山城へ戻り、四国税も解散して帰国した。ただし、春元は和睦に反対して姿を消し、 以後も、長兄への敵対行動を続けることになる。吉輝と和睦した長兄は、幕府の関係修復と勢力拡大に努め、永禄二年三月に吉輝を自定へ招き艦隊、同年と翌永禄三年にかけて、河内、山和を平定して、領土を増やした。また、永禄三年に、長兄は吉輝から、幕府省万州に任命、朝廷から、 修理大部に任官され、この吉岡も筑前神に任官、国衆にも任じられ父子供に幕臣として吉輝に仕え、対立関係から一転して幕府と協調関係を築いていった。幕府との関係修復と両国増加で長京の勢力は増加、長井正一は英六四年に吉岡も昭晩衆に任命された御礼に吉輝を艦隊。 長兄が春元と和睦した時期が前世紀と記しているが、今谷明は、吉輝の気郷で幕府発行の命令書である、武行人法書が復活。反対に、長兄の書状は出されなくなり、形式的に西洋幕臣となったことにより、吉輝との上下関係が定まった点を指摘、独立政権を切り回していた、天文22年から英六元年までの5年間が、 長兄の前世紀と指摘している。いずれにせよ、長兄は幕府との戦いを経て、機内最大の大名として君臨したが、A64 年以後は、六角義方をはじめとする敵対勢力の反撃と、身内の相次ぐ不幸で、苦境に立たされていくことになる。長江、p 三十七 p 1 5 6今谷、p 七十六 p 二百六福島、p 百十一 p 十五 長高 P156P161 今谷 P206P210 福島 P115P116 長高 P161P178P188P195 今谷 P210P227 福島 P116P122 ありがとうございます。